考古学、考古学、考古学は人類が残した物質文化の痕跡、例えば遺跡から出土した遺構などの資料の研究を通し人類の活動とその変化を研究する学問である。文字による記録以前、有史以前の人類についての研究が注目されるが、文字による記録のある時期、有史以後についても文献史学を補完するものとして、またはものを通して、 過去の人々の生活の営み、文化、価値観、さらには歴史的事実を解明するために、文献以外の手段として非常に重要であり、中世、上官跡、廃寺など、近世、武家屋敷跡、市場跡などの一石も考古学の研究分野である。近代においても廃絶した建物、塩戸名石旧新橋停車場跡など、や、戦時中の防空壕が、 発掘調査されることがある。考古学は、異物の形式学的変化と、異構の切り合い関係や土層、異物方眼層の上下関係といった、相違学的な分析を通じて、湿度異物の通じ的変化を組み立てる、変年作業を縦軸とし、横軸に同時代と推察される異物の特徴、例えば俵家のセブン技法や、製作技法、表面調整技法など、 の比較を通して構築される変年論を基盤として異物や意向から明らかにできる一つの社会像、文化像の提示を目指している。アメリカでは考古学は人類学の一部であるという見解が主流であるが、日本では従前より歴史学の一分野とみなされる傾向にあり、記録文書に基づく文献学的方法を補う形で発掘資料をもに 歴史研究を行う学問と捉えられてきた。ヨーロッパでは伝統的に戦士時代を考古学的に研究する戦士学という学問領域があり、歴史学や人類学とは関連を持ちながらも統合された学問屋として独立して捉えられる傾向が強い。考古学という名称は古典ギリシャ語の古い言葉学問アーカロージェア,アルカイオロギアから生まれ、 英語でアーケオロジーと言い,い、それを訳して考古学とした。日本では考古学という言葉自体は、明治初期に古きものを好むという意味で考古と記されていたが、古きを考察する学問だという考えから、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの次男ハイン・ヒフォン、シーボルトが1879年、日本の学会に送った著書、考古節略に、書言を記した吉田正春が、 考古学は、欧州学科の一部にして、うんんと述べており、考古学という名前が使われた最初とされている。佐原誠によると、考古学の内容を正しく明確にしたのが、シーボルトの考古節略であることは、間違いないが、考古学という名が初めて現れたのは、1877年、大森貝塚の遺物が天皇のご覧に供されることに決まった時の文部。 大輔田中藤丸家文部省友、神田公平家の上進書の中であるという説もある。考古学は比較的新しい学問であり、18世紀末から19世紀にかけて地質学者のオーガスタス・ピットリバーズやウィリアム・フリンダース・ペトリラによって組織的な研究が始められた。特筆すべき業績が重ねられてゆき、20世紀にはモーティマー・ウィーラーラに引き継がれた。 1960年代から70年代にかけて物理学や数学などの純粋科学を考古学に取り入れたニューアーケオローがアメリカを中心として一世を風靡した。日本で初めて戦死時代異物を石器時代、青銅器時代、鉄器時代の三時代区分法を適用したのがフィリップ・フランツ・ホンシー・ボルトである。日本では 動物学者であったエドワード・モースが1877年、明治10年、大森貝塚の調査を行ったのが、日本近代考古学の明けのとされる。しかしモースの教え子が、本来の先行である、動物学に進んだため、モースが科学として開いた、近代考古学は、順調に進まなかった。むしろ、モースより先であったという説もある。同時期に、 大森海塚を発掘調査したハインリヒ・ホン・シーボルト、シーボルトの次男で外交官の方が専門知識が豊富であり、モースの学説はたびたびハインリヒの研究により論破されている。なお、日本においての考古学の最初の定義も、このハインリヒの出版した考古節略によってなされた。考古学は広告主観歴史や日本歴史とは、 全く別個の存在であったために、考古学は、研究の自由を保障され、たし、抑圧の中に、自由を享受した。それに対して、アジア各地へ出ていく、日本人学者の考古学研究はどうであったか。そこには、公安院、外務省、朝鮮総督府、当時の満州国、満鉄、関東軍の援助があった。これらの調査研究も、また、 広告主観に定職しない限り自由が保障された。中国学者と一部との合作を企画して結成された東亜広告学会も学者のあるべき姿として評価された。広告学者自身も純粋な研究のためいろいろな制限からの解放を願い進んで大陸に出かけていった。宮崎県のサイト古墳群の発掘が県知事の発案で1912年大正元年から 東京帝国大学、国版、勝見と京都帝国大学、北定吉、浜田工作の合同発掘が行われた。1917年、大正六年京都大学に、考古学講座が置かれた。浜田工作を中心に、基礎的な古墳研究が始まった。考古学における、大正時代は、古墳研究の基礎資料の集積時代であった。20世紀の間に、 都市考古学や考古科学、後には、救出考古学、レスキューアーケオロジー、日本でいう工事に伴う緊急発掘調査を指すの、発展が重要となった。2000年に、日本考古学会最大のスキャンダルと言われた、旧石器鉄造事件が発覚し、学者らの分析技術の未熟さ、論争のなさ、学会の閉鎖性などが露呈した。また、鉄造工作をした、 発掘担当者のみに攻めを負わせ、約25年にわたって、鉄道を見逃した学識者の責任は、不問となったことから、学会の無責任、隠蔽体質も指摘された。現代考古学の特徴としては、が挙げられる、収集するデータは、人類の過去の活動や行為を示す、物的証拠を収集すること。具体的には、一人類がある目的をもって、制作。 加工したもの、二人類によって利用された自然界の物質、三人類の活動や行為によって自然界に生じた変化を示す物的証拠が挙げられる。五、おさむき。